Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Come tonight. さあ時刻は4時を回りました8月7日週明け月曜日アジクーターラジオアジラジの時間です月曜日から金曜日生放送お相手は DJ モーリーです今週もどうぞよろしくお願いいたします さあ台風5号の影響で沖縄本島も非常にこう風が強かったですけれども九州もね大変な被害になりましたね今現在なんですけれども台風5号はですね和歌山県北部に上陸しているとでまた動きが遅く長引く模様というねそんなニュースも届いていますけれどもねいやーもうこの台風5号が発生してもどれぐらい経ちますかね2週間近くじゃないかなと思うんですけれども。 あもう早く、ね、過ぎ去ってほしいなと思いますが沖縄本島もねあのー、昨日かなめちゃくちゃ一日を通して風が強くて僕もですね、あのー、沖縄市の倉敷ダムの方でね、えー、平成29年度の倉敷ダム祭りというものがあったんですけれども、まあ、そこでステージの方を、ね、イラミネ世紀とともに、まあ、司会を担当させていただいたんですが、あのー、司会をやるときって大体この司会のいわ、まあ、ば色次第とかプログラムの要衝 ですねえーまあ、バインダーか何かで、ね、止めて一応こうめくりながらあの進行を進めていくとかっていうのがあるんですけども昨日はですは、ね、本当にあの風が本当強くて、えー、話によると強風10メーターぐらいだったかなちょうどあの倉敷でも広いんですけれどもあの展望タワーのちょうど下の方うに、ねえー、ステージのエリアがありましてそこでこうやってたんですけれどもあ,のあまりの,その強風で20分かな えー、プログラム自体をね遅らせるという事態になりましてで音響さんとかもですねもうやっぱりこの風にちょっとね頭をこう悩ましまして音響トラブルともねあったんですけれども、まあ、無事に始まったのはいいんですがただただあの視、ー、界をまあその原稿を読み上げる時なんかに、えーまあ、例えば千葉な保育園とかすみれっ子保育園とか あの池原青年会とかっていうね団体登場したんですけれどもその読み上げる途中でピラ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 ってこう読むプログラムっていうんですかね原稿なんかが思いっきりこう <laughs> ねじられたりとか1枚2枚飛んでいったりとかねいろんなことがあったんですけれどもいやー改めてねこの自然の 前にはね何もできないなと感じた瞬間でもありましたけれどもまあでもたくさんの皆さん訪れてましたねあのゴーカートやったりとか手漕ぎボートがあったりとかでまたねあのー、その倉敷ダムの中に、えー、ヤンバルの川というね1 1 0ーぐらいのこう川がありましてあのー、まあ最高気温こそ32度ありますけどやっぱ川の水なんでねまあまあ冷えてるんですよ。 でそんな冷えてる中、あのー、子供たちお父さんお母さんも合わせて何百名でしょうかねもうこの川にですねまあ普通にこうプールに飛び込むような感じでね、えー、泳ぐ子供もいればでそこにいる生息しているエビを取ったりとか、まあ、ハゼなんかをね見たりとかする光景もあったんですけどもねいやまあとにかくねあのいろんなこう自然の影響を受けながらではあったんですけれども、えー、無事 今今年年ののね今年度の倉敷ダム祭りりが終わりました。はいあのー、そういったこう舞台とかヤンバルの川とかねそういったエリア以外にもですねあのいろんなこう体験教室もあって、えー、そこでエイサーのクラフト締め太鼓作りだったりとかあとね500円とかでできるあの椅子の製作体験とかね うわあ、もっと早めに知っておけば参加しよったのに、というね、いろんなこともあったんですけれども、まあ、とにもかくにも、あの、大盛況で無事終わりましたね。えー、本当に、倉敷段祭り関係者の皆さん、本当にお疲れ様でした。<laughs> 風強かったね、本当にね。僕もね、髪、髪の毛がね、本当スーパーサイヤ人みたいになってて。 <laughs> もうウケると思ってフェイスブックで上げたんですけれどもね、はいえー、皆さんの週末どうだったんでしょうか今日も「アジクーターラジオ」5時56分までの生放送です。 さあ今日のオープニングいきましょう今日はくるりのナンバーからのスタートですくるりでハイウェイ さあ、今日のオープニングは、くるりでハイウェイでした。この放送は、お母さんの幸せ、それは家族の幸せ、アイレディースクリニック、株式会社上進組、以上各社の提供でお送りします。 さあアジクルタラジオ今日も沖縄市中央パーカベニュー入り口からの生放送です今日は8月7日月曜日、まあ、あの本来であればね、えーまあ、天候等の問題もなければ今日から第99回の夏の甲子園がねスタートする予定だったんですけれども明日からとただ明日も大丈夫なのかな天気っていうところありますけれどもねどうなっていくんでしょうか はい。ええー、まあ、あの、先週の8月の4日のね、えー、抽選会後の、まあ、情報としては、まあ、興南高校は8月の10日、木曜日のね、第3試合でという話ではあったんですけれども、まあ、多分開幕1日ずれちゃったんで、えー、この辺もまた日程は変わってくるでしょうね。はい。また別れ次第お伝えできたらいいなと思います。さあ、月曜日のアジクーターラジオアシスタント、今日は、ヘシキサーーお休みでございます。 ト童さんからね、ツイッケ届いてまして、さっき休み、早めに言っておかないと、痴漢役が行列を作るかもよということで、はい、そうなんですよね、先週、あのーえー、キックボクシング習ってるっていうと,ところで、 誤診もねやってるっていうことなので何かね、えー、痴漢に襲われたりとか何かこう太刀打ちできるようにっていうことでまあ簡単なやり方でありますけれどもっていうことでね、えー、MJ さんが、えー、その痴漢役に抜擢されましてこのとこたまたま来たんですからねたまたまその誤診の話してる時に MJ さんがふらっと現れて あじゃあどうぞを見たらね <laughs> 流れになったっていうことで,ですけどねはい、まあ、それからあのじゃあコーナー化しようぜというね話になってましたけどもねえー、行った矢先に、まあ、今日から、えー、お休みとまあ来週元気に来ると思いますけどもねはいえあじくうたラジオ今日は DJ モーリーでお送りしていきたいと思いますさあ今日の番組のテーマですが「最近見た夢」 こちらでお送りしていいいきたいと思いますあのー、というのもですね僕昨日も夢見たんですよで今から1ヶ月ぐらい前も夢を見たんですね、まあ、もちろんこう毎日多分夢って見てるんだけど記憶に残ってないだけだとかいろいろあると思いますがあのー、ドリームではなくてスリープの方ねスリープの方の夢というテーマですがあのー、ソファー買ったんですよ僕何ヶ月か前に。で そのソファーで毎日に近いぐらい寝ることがあるんですね。というのは夜中に必ず目が覚めるんですよ最近。4時とか5時とか。まあ多分仕事とかの影響で、あのー、まあ早起きになってるんかなとかって思っているんですけどその4時5時に1回起きてでソファーで僕寝るんですね。でこのソファーで4時5時朝方ね寝た時に必ず外国人の夢を見るんですよ。 必ず。で、えー、その夢がいい夢かって言ったらあんまりいい夢じゃないんですねこれね。だから、まあ、夢の時お話ししてたんですけどこのソファー大丈夫かなと <laughs> 呪われてないとかっていういろんな話になったんですけどねちょっとね心配なんですねこれが。 うん、あのー、やっぱり夢診断とかもあるから、あのー、いくらね悪い傾向の夢を見たとしても現実に起こることにつながるかは分からないとかいろいろ言われるじゃないですか。ただねなんかこう襲われそうになるとかいろんなこう怖い夢を見るんですけどもそのソファで寝た時はかんなず外国人が出るんですよ。<laughs> 今ね世界陸上やってるからとかねそれで映像をよく見,見かけるとかではないに影響ないにしてもこのソファーでね寝るたびに浅い眠りなんでしょうね多分ね必ず外国人が夢に出てくるんですよね何なんでしょうねこれね、えー、青の軍団さんそれはソファーに取り付いてる霊的なものだろということで、はい、あと一回このソファーで寝て 夢を見て外国人が出てきたら確定でしょうね <laughs>。まだ2回ですから行ってもね。うん。いや、ただね、こんなに本当はあ,のあれなんですよ。夢って日本人しかうちなんちゅしか登場しないんですけど、基本。外国人がこんなに登場するっていうのもね、何なんだろうなっていうね、ことなんですけどね。はい。今日の番組のテーマ、最近見た夢。 こちらでメッセージをお待ちしていますさあ時刻は4時16分になりました続いてはこちらのコーナーです さあ今日もやってきましたメッセージのコーナーです、えー、毎日のいいニュース感動した話思わず誰かに伝えたくなるようなそんなお題を紹介していきますメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしますさあ今日の沖縄タイムスの地域面の中から紹介していきますご褒美の50円は貯金裏添えの話題です又吉鶴子さん93歳 又吉ゆり子さん、九十歳、名物コンビのお話です。年取ったらいいことばっかりだね。老人パワーは強いよ。浦添市牧港に、グランドゴルフで老後の青春を謳歌している。九十代コンビがいます。又吉鶴子さん、九十三歳と、又吉ゆり,ゆり子さん、九十歳。グランドゴルフを続けて、およそ十五年になる二人。ホールインワンを達成したご褒美に。 老人会からもらもえる50円を使わずにに大切に貯めています。太陽が照りつける真夏の午前8時じりじりと肌をさす強い日差しも何のそのグランドゴルフを楽しみに牧港漁港に隣接する広場には地元老人クラブのメンバーが続々と集まってくるグランドゴルフ友の会が主催する毎週水曜日と土曜日に加え牧港老人クラブ若松会が毎月2回 日曜日に開催午前8時から2時間お茶タイムを挟みながらおよそ20人で4ゲームを楽しんでいます鶴子さんとゆり子さんは若松会の中でも名物コンビみんな元気に健康づくりですとゆり子さん鶴子さんはいつでも就活の準備はできてるけどね今は人生元気に楽しく生きてるよと満面の笑みで汗を拭います ホールインワンを達成した時の喜びがやみつきになっている。若松会が主催する日曜日のゲームでは、ホールインワンを達成するとご褒美と称して50円がもらえます。鶴子さんはこれまでもらった50円を封筒に入れ、達成した日を記録。今、5300円貯まってるよ。生きてる間は使わないでおこうね。ゆり子さんも、私もそれぐらい貯まっているさ。と振り返ります。自宅も近所だという2人。 今日も楽しかったね。そう言いながら今年の免許更新も全て合格だったという鶴子さんの運転で2人仲良く帰っていきました。友の会の金城康信さん74歳は人生の達人である2人の背中を見て今日の楽しみを明日の幸せにつなげたいですねと微笑んだそうです。はい。ということで、えー、ホールインワンを出すと50円がもらえるということなんですが まあこの日までになんと円貯まってるもうちょっとね計算がこうするのがちょっと難しいですけれどもとにかくたくさんのこうホールインを出してるということなんですよねしかも90歳と93歳もう名物おばあちゃんということですけれどもね人生楽しく生きてますよということで、えー、コメントが紹介されております あのう倉敷ダムのイベントの中でも、あのー、午前中9時からかな、えーまあ、地域のおじいちゃんおばあちゃんもそのグランドゴルフをやっててでホールインワン出た人前で表彰しましょうねということで呼びかけをするともうたくさんの人が10名近くかな10名もっとかなもうたくさんのこうおじいちゃんおばあちゃんがホールインを出したよということで表彰されてましたね。 あのゴルフとこの一緒で打った打数を、ねえーまあ、短ければいいということらしいんですけれども、まあ、ゴルフの場合はこう穴の、まあえー、中に、ね、ボールをこう入れると落とすっていうのがありますけれどもそのグランドゴルフの場合はちょっとしたこう、ねえーまあ、番号が降ってあってその番号のところには。 まあちょっとしたねマールーのこの円があってその輪っかの中にボールを入れることができればというところなんですよね。まあ、なのでそのエリアに行っても通過してしまったらねホールインワンじゃないということでやっぱりあのー、ゴルフのグリーン周りのグリーンの芝の状況とは全然違うんですねグランドゴルフってね。でこぼこのところもあるしまあ変な話状況によってははげてるところもあったりとかするのでボールももうイレギュラーで。 えー、自分のイメージ通りにいかないこともあるんですが、まあ、そんな中90歳93歳コンビはしょっちゅうね、えー、ホールインを出して、えー、毎回50円をね貯金されているということらしいですね、まあ、こういう先輩が、ね、こういうグランドゴルフのメンバーの中にいるともう74歳とかっていう年齢がねめっちゃこう若く感じますからね下のね、えーまあ、後輩でいいんでしょうかね、えー、おじいちゃんおばあちゃんも。 楽しく多分できているかもしれませんね、えー、今日の沖縄タイムスの地域面の中から紹介しました今日は裏添えの話題でしたメッセージこのコーナーはアイレディースクリニックの提供でお送りしました ラジオネームともぶんさんからいただきましたお一人様 DJ モーリーこんにちはアジラジーネームともぶんです昨日の倉敷ダム祭り時間あったらいくつもりだったけど買い物でパタパタしていけなかったさけど大盛況みたいでよかったねはいそうなんですよあの昨年は千五百人ぐらいの集客があったそうなんですけれども今年はねちょっとこう数はあの把握できてませんがとりあえず人多かっためっちゃ やんばるのこの川のところも倉敷ダも入って右手の方にね、えー、110m ぐらい続くこう川があるんですけどもそこであの水遊びする姿だったりとかあのキャンプのテントなんかを張ってね、えー、子供たちが遊ぶのを見守る家族の姿もあったんですけどももう人人人でしたね。でまたやっぱりさっきも言いましたけど川だから何度ぐらいなのかな 結構こう冷えるんですよね冷えるんだけど子供たちも思いっきりもう顔つけたりとかゴーグルつけてね、えー、その川の中を見たりとかもう普通の海みたいな感じで入ってましたね。でまたね、あのー、その倉敷団祭りの中でゴーカートとかあとこの手漕ぎボートっていうのがねあったんですけれどももう人が並んで並んでもう大変でしたね。 うん、ただちょっとね、あのー、シャトルバスの関係とかもあって、えー、お待たせする時間もね、えー、多くあったということなんですが、まあ、その辺も踏まえてねまた来年の課題が見つかって、まあ、いいイベントになったんじゃないかなただ本当にね風が強かった本当に僕もいろんな司会をさせてもらうことが屋外でありましたけど一番あの環境は良くなかったかもしれませんね <laughs> 本当に もうあんなに風が強い中であの原稿をめくったのも久しぶりだなと思ってねもうあのー、ポケットの中に千円札とかお札を丸めて入れた状態でで伸ばす時あるじゃないですかもうしわしわなってますよねもうあんな感じも視界、あのー、用の原稿がねいやーなんとか終わったなっていう印象ですけどねうんまあただただ、あのー、いろんな勉強もできましたね その倉敷ダ,、まあ、ダムの水から、まあ、茶炭浄水場に行って水をきれいにしてでそれがね本島中部の、あのーまあ、皆さんの生活の生活用水として、えーまあ、水道をねひねる蛇口をひねると出てくるとかあとこう1日にえー、っとね5万立方メートルだったかな。<laughs> あのー、15万人が1日で使うと言われているその水がね、えー、供給されるとかいろんなこう話をされてましたね、えー、っていうか1日でそんなに使ってるのっても思いましたけどね、うん、さあメールも行きましょうまだまだ来ておりますラジオネームヒーフーミーさんはいサイモーリー飲んだ帰りに吉本弁当でそばを食べて帰る皆さんひいふうみです はい、今日、ごっくんちょうないね。えー、最近見た夢っていつだったかな琉球放送の、美の田さんのお家で、美の田さんじきじきに焼いてくれたステーキを食べる夢だった。<laughs> モーリー、なんで美の田さんかっこ笑い。えー、琉球放送メンバーの中にモーリーもいたよ。最近、夢でステーキ食べんかったかラジオネーム、ひふみーさん。 冷やみかち東北、冷やみかち九州ということでいただきました。はい。あ、そうですか。それは嬉しいですね。まだね、僕、箕輪田さんに会ったことないんですよ。うん。局には行きますけどね。あ、ステーキね。ステーキ食べたいなーって思ってるところでありますが、最近は食べれてないね。焼肉は多いですけども。なんで、夢ってね、多分頭の中で、こう、 見たものとかが基準ですよね多分ね得た情報で頭の中でこうブってこうねコンピューター見てこうやって映像化するんでしょうねきっとねえー、いいなこれ、ま、マジでないかな美濃,美濃田さんのおうちで <laughs> ね DJ してくれんかなゲロッパ美濃田でね はいえー、ラジオネームヒーフームさん夢ってね本当になんででっていうパターンですよねそうそうそうほんとそうですねこれねえー、ラジオネームあわせの馬さんこんにちはあわせの馬と言いますお題「最近見た夢の話」ですが今日は夜勤だったので昼頃眠って先ほど起きました、えー、夢の中でも仕事をしていました仕事の夢って嫌じゃないですか なんか休んだ気がしないです疲れましたということで合わせの馬さんからいただきましたなるほど、えー、夜勤だったので昼ごろ眠って先ほど起きたっていうことですね僕らの仕事は全然あのー、僕はですけどね全然この仕事の夢でも全然 OK ただこう合わせの馬さんねどんなお仕事をされているんでしょうか でもあれですよね、夢の中って、全く現実と同じ選択をしないですか、まあ、例えば、Yes or No でも、現実と全く同じ回答するとか、そのまんまだなと思いますね。うん。えー、仕事の夢を見て、ね、夢の中でも仕事をしていた、ラジオネーム、あわせの馬さん。ちょっとあれなのかな、やらんといけんのかなとか、いろんなこうプレッシャーもあるんですかね。 えー、あと以前働いていた職場で昼寝をすると必ずどこからか落ちる夢や起きようとしても起ききれない夢を見ていました、えー、携帯のアラームで起きる感じですその場所が悪かったのかなと思いますはあ怖かったラジオネーム合わせの馬さんから頂い,いております落ちる夢とかねあんまりよろしくないですよねだって心臓ドキドキ一緒でしょ多分。 でもなんかこう夢占いとか夢診断とかではねそういう怖い夢を見たら全然こう逆のいいことがとかねありますからねどういう基準なのかなこれえーこちらもいきましょうラジオネーム青の軍団さんチースモーリー錦様にいたずらするって頑張って定時に仕事終わら,終わらせていたのに休みやんばにりるやしさね今日も仕事見てですよはい。 えー、して、買ったソファーに寝たら、夢に外国人が出てくるって話だけどよ。前に、働いていた後輩が、軍の払い下げのお店で、上等ジップを買ったってからさ。したらよ、その日の夜から、戦争の夢見てから、最後はいつも、えー、えー、首切られて、飛び起きるっていうのを一週間連続で見たらしいわけ。あははははは。 えー、これ一週間はもうこれ決定やんねこれ。えー、多分よ、このジッポーの持ち主がベトナム戦争に絡んでたんかや。でもて、ベトナム戦争で死んだ人のジッポーが沖縄で売られているっていうのは怪しいよな。ラジオネーム、青の軍団さん。だからよ、これこんなの怖いね。物、物で、ね、そういう霊的なのがタッグあってくるっていう、どうしたらいいのかって感じじゃないですか、もう。 1>, 1週間連チャンで見たらこれはもうそういう系なんじゃないやっぱり。あり、1回とかだったらね、あれ、昨日なんか映画戦争も見たかなとかね、何かこうテレビとかドラマの影響かなとかってなりますけど、1週間って7日でしょ。<laughs> 7日、 同じ関連の意味見たらもう絶対何かに取り憑かれてるとか迷わされてるとかしか思わんよねやっぱりねえー、さあこちらもいきましょう MJ さんハイサイ d j モーリ m j です先週はいろいろとありがとうございました今日はサーキー休みなんだね残念サーキーの太ももの裏に決まるローキック非常にいい蹴りでした <laughs> えー、あのアントニオイノキがモハメッド・アリセンで見せた鋭いローキックに匹敵するくらいまさにアリキックでしたでしたまたいつかアリキック蹴ら,れ蹴られに差し入れ持っていくよねあの別に差し入れ持っていったら蹴ってくれるっていうイコールではないですからね <laughs> たまたま差し入れ持ってやってきたら蹴られたっていう展開ですからねはい、えー、まあ、多分当の本人は もう今日のこのアリキックとか、この選手蹴ったうんぬをね、忘れていると思いますけれども、ま,あ、また来週からね、さっきの、さっきに蹴られたいコーナーというか、一応、誤信っていうところから始まったからね、まあまあまあ、来週以降ね、またコーナー化できるのを楽しみに待っていただきたいなと思います。 あなるほど追ャス切れてるよということでじゃあちょっとね曲一曲挟んでる間にまた追、えー、スを復活していきたいと思いますさあではでは時間までもう一曲いきましょうかねあんまりねあの一人でラジオやる時って曲多めに流せそうなんですけど意外と忘れてかけられない時もありますからね、えー、コールドプレイで「ビバラビダ」 さあアジジクルタラジオ FM 小座のスタジオから生放送送でお送りしていまね、今日の,、ね、小座の上空は曇りでいいのかな、晴れでいいのかな、ちょっとね、あのー、ティーダーカンカンというよりも少し日差しが見えるぐらいで薄い雲が、ね、覆われてますけれども、えーまあ、先週に比べて最高気温も2度ほど落ちてるのかな、3日は、えー、2度ということですね。 天気は曇りとといいうことでございますただ、あのー、先週の半ばぐらいにね、えー、台風午後の影響で週末も天気崩れるんじゃないかという話もありましたけどもなんとか土日過ごせたかなと、うん、土曜日ちょっと夜ね、えー、土砂降りの時間もありましたけれどもまあでもそれ以外はなんとかなんとか曇りではありますけれどもね、えー、イベントごともまあ無事できたんじゃないかなと思う沖縄ですけれどもただこの雨の影響で えー、夏の全国高校野球甲子園がね、えー、今日から開幕する予定だったんですが、えー、明日開会式そして、えー、大会初日の3試合が明日に順延ということですね、えー、昨日う6日の午前11時に発表となり竹中雅彦事務局長は午前中、朝早くから雨が降り風もどんどん強まるという予報、えー、接近は夜らしいが無理だと判断した。 応援団も西日本が多く早めの判断をしなくてはならなかったと説明、えー、開会式が順延されるのは第96回大会以来3年ぶり4度目順延により選抜覇者の大阪桐蔭など注目カードが集まる大,大会第4日は8月11日今週の来る金曜日の祝日海の日に行われることになったということですね。 ということで、えー、我れら沖縄代表興南高校と智弁和歌山戦は今週の金曜日の第3試合ということですね。まあしょうがないですよね、やっぱりね、あのー、この日のために遠方、全国いろんなところから、ねえー、応援、駆けつけてくれますんで、まあ、そういった来場される方々または、ね、試合をする選手の皆さんのことも考えてというところですね。 1>, まあ1日延びたことで見れると喜んでいる方うわー、木曜日だったら見れやったのにという方分かれてくるかもしれませんね。はいまあ、第3試合なので大体1時過ぎぐらいじゃないかというところですけれども、まあ、ただ今後の、ね、天気がまた順調にいけば、ね、金曜日というところですけれどもどうなっていくんでしょうか。はい、さあアジクターラジオ今日のの番組のテーマ最近見る夢 まあこれあのドリーム叶える方じゃなくて見る方ですね。えー、ラジオネーム赤いニトンローリーさん。こんにちは。ラジオネーム赤いニトンローリーです。いい風吹いてますね。今日の夜夜釣り頑張ってきます。でかいの釣りたいな。釣れたら明日た写メ送ります。ラジオネーム赤いニトンローリーさん。ちょうど先週ね、あのー、台風後に行きますねというメールもありましたけれどもね。やっぱちょっとこう。 波とかその辺がこう強くなってくると聴覚も上がってくるんでしょうかねたまんたぶたまんでしょうねはい期待しておりますラジオネーム赤いニトンロリーさんでした、えー、ラジオネームトモブンさん今朝もツイッターに書いたばっかりだけど昨日の夜見た夢は運転席のドアをパキって折る夢見たやつさ えー、その前は玉城美川さんがわ々ばれてきて我が家に泊まる夢で翌日の公開放送でそれをネタにしていたっていうそこだけリアルだったなラジオネーム友文さんはいやっぱあれだねなんでっていうパターンですねなんでこのタイミングとかね、まあ、最後のねあの公開放送のあたりは多分毎日聞いてるラジオの中でねとか たまに出かけたりとかするっていう昔の子多分記憶からファッとこう出てきたと思いますけどその前とかね運転席のドアパキッと折るとか <laughs> なんでっていうところがきますよねえー、リクエストはリンドバーグドリームオン抱きしめてえー、ベルプラマスクさんからもどうもベルプラマスクです自分は夢を結構見ます その夢の大半は夢で自分が寝ていて起きるところからスタートうんわかります夢で寝ている自分が起きる夢なんですだから夢と現実の区別がつきにくいんです最近見た夢は何回起きても午前0時42分という夢しかも寝ぼ,寝ぼけながらスマホを見てまだ42分はあ って寝るのを三回嫁さんに見られました。この夢占いの答えはなんですかね。<laughs> あのさっきの青の軍団さんのパターンじゃないですけど、続くっていうの怖いよね。マジで。あのベルプラさんの場合は何回起きても零時四十二分という夢。<laughs> これ何ワンジしてるんですかね。四十二分。 はあ、何回起きてもこの時間っていうねしかもこう夢で自分が眠っていて起きるところからのスタートっていう何でしょうねこの構成のねあの普通夢ってねあのなんでここで救急車がとか何でここで馬が出てくるのとかいろんなこう展開があるじゃないですかでななんか知らんけど自分の中では納得するみたいなね その夢が多かったりしますけど42分なんでしょうねこれね起きるところからスタートっていうもうなんか離脱してるんじゃないマブ <laughs> <laughs> いがねなんでしょうねこれね、えー、あ先ほどねオープニングで、あのー、僕が最近買ったソファーで、えー、よく寝てるっていう でその中で外国人の夢をよく見るようになったという話をねしたんですけれどもソファーで寝なければいいだけの話さ忍乱刑それかお守り握りしめて忍令はいラジオネーム友文さんから頂きましただからね怖いやつさなんかなんかそういう系なのかなって思えば思うほどソファーもあの見えないシルエットが 見えそうだよなんか <laughs> もしかしてみたいなねいやーワオのかリーさんからも「モーリーさん皆さんこんにちはラジオネームワオのかおりだよ」「モーリーさん変な夢見るその処分あそのソファー処分した方がいいと思うよ」いやこれねまあまあ高かったんですよこれ本当にうんだからね ちょっと様子見るあと1回いまいちーチ。<laughs> あと1回見たらマジなトーンで嫁に相談しますかね、えー、今日のテーマ最近の夢最近変な夢見たんだけど思い出せんすいません、えー、思い出したらメールするよね明日は定休日だ今日も頑張りますではでは放送頑張ってくださいラジオネームワオのかおりーさんから頂きました。 あのー、やっぱ夢って忘れるよね僕も話ししながらもう話そうと思ってた夢の半分が消えましたからね本当になんでかなさっきまで覚えてたけどもとかっていうのはよくありますねまあでも一日何回かは夢を見てるとかっていうことも言われますけどねでほとんどがもう起きる時には忘れてるっていう本当かなと思いますけどもほ、まあ、本当なんでしょうね までも浅い眠りの時がやっぱり夢って見るんでしょうねきっとえー、MJ さんからも「はいさ MJ です最近よく変な夢を見てうなされているよで目が覚めたら汗がびっしょりなんか夜体調悪くなる感じなんだよなあと前に朝二度寝した時の見た夢はさすっきり気持ちよく起きて 部屋の窓を開けたらサッカーボールが顔面直撃するっていう夢とっても痛くて飛び起きたよ起きてから歯を磨いてる時も顔の右半分ジンジンして痛かったさモーリー夢でさほほつ寝てたら痛くないってあれ嘘だよ俺ボール当たってめっちゃ痛かったラジオネーム MJ さん <laughs> 右半分ジンジンして痛かったっていうしかもサッカーボールが 顔面直撃っていうあの学生時代バスケットボールとかサッカーボールが顔面に当たったらやばいよね脳震盪並波ですよね <laughs> あのなんていうの足とか腕とかにボールが当たっても「あごめん」って言われても「ああ大丈夫大丈夫」とか言えるんですけど顔面の場合はよあのマジで考えるよね <laughs> で下打ちやったりとか「いやっなすって言ったりとかねもうなんかこうマシになるよね顔面はねなんなんでしょうねこれね起きてもなお痛みが残ってるっていう、えー、青の軍団さんからも「最近見た夢、えー、疲れすぎて夢見る余裕もなく爆睡している」うん ってことは、いい睡眠ってことなんですかね。熟睡できてるってことなのかな。して、森、土曜日、なんで来なかったば善子さんのジンベ姿、定芸、田舎の親父の休日封じでよ。笑えたのによ。あの、FM 子じゃないとね、えー、乳酸はさんの方でということで。あの、僕、あの、娘の保育園の夏祭りだったんですよ。で、まあ、いろいろ、こう、係もね、担当もあったし。 まあ去年も行けなかったですからね、まあ、今年こそはということでえ行きましたけれどもあの逆にその田舎の親父の休日封じの席がえ軍団さんと <laughs> 軍団さんとえっとアルゴさんかなアルゴさんが <laughs> 来てたよーっていう話してましたちょうどうんあのセンターに座ってよく食べそうだなーって思ってたって言ってましたよ <laughs> そのまんま僕今伝えてないです、はい、あのそのまんま伝えると語弊があるんでよく食べそうな二人が集まってるなーって言ってました、はいまあ、これをねイラミネキーがどんな風に言ってたかっていうのは想像していただきたいですけれども、えー、まあでもねお客さんもたくさん来て何名ですかねちょっと人数ちょっと聞けてないですけれどもまあ大盛況だったっていうね話をしてますねはい えー、軍団さん、またイベントがあったらねちょいちょい顔出していただきたいと思います。というかね、結構、軍団さん、あのー、新しい仕事に変わってからなかなか時間ってね、あのー、作れないのかなと思ってたら土曜日の、まあ、小騒がらみのイベントはまあまあ出席率高いですからね、平日ね、あんなに動いて、まあ、忙しいと思いますけれども、はいえー、また次回、いろんなイベントあると思いますので。 また参加の方もよろしくお願いいたします。 さあ8月7日月曜日「アジクーターラジオ今日の番組のテーマは「最近見た夢」こちらでメッセージお待ちしていますえー、えぐ、ー、<laughs> さんこれ呼んでいいんですかこれあの上のところもうわからんなこれ <laughs> 後で読もう、えー、ラジオネーム、レナさん、モーリーさん、こんにちは、今日もファイトですということで、はいえー、ありがとうございます、北海道は今日はどんな天気なんでしょうかね、うん、沖縄はね今日はあの曇りの天気ですけれども、えー、さあ、こちら、わわのカオりーさん、先ほどのソファーの話ね、えー、そのソファー、吹けるなら、お酒で吹いてみたらということで、あ、なるほど。 ちょっとねさっさってこう一応あと一回同じ系統の夢見る前に吹いた方がいいかもねマジでうんえー、青の軍団さんから「ダメ」って書いてますね読んだらダメという <laughs> ハイゼットさんラジオネームハイゼットさんハイサイモーリーさんハイゼットです 森さんそのソファーの座面と背もたれの溝にまっすぐはしりしりしてから詰めたらありたまにカラオケ屋とか飲み屋のソファーにさ100円玉とか500円玉が挟まるところにああなるほどなるほど右手とか左手ね、えー、こう手を入れたら出てくるあの辺にってことですね、えー、夢はあんまり覚えてないね見てるはずやしがたまに現実であれこの場面見たことあるな からに正夢デジャブ的なことあるけどところどころしか覚えてないね。ラジオネームハイゼットさんこれあるよねあこれ見たっていうのあるよねしかも何回もとかないですかあこの公演あれ前も同じこと思ってなかったかみたいなねそういうのありますよね。えー さあこちらも行きましょうかこれは <laughs> えともぶんさんねだからね青の軍団さんフットは明るいやつささすが元サッカー部親へのライブも行ってたしね俺にはできないからうらやましいさラジオネームともぶんさんだ結構ねこのリスナーさんも FM 小ザがらみのイベントにねえー、まあちょっとこう時間は 長く入れないですけれどもとかでねまあなんやかんやこう来てくれてますからね多分僕よりも出席率は高いんじゃないかな <laughs> 多分軍田さんの方がねはいえー、さあこちらも行きましょうあなるほどこれ先ほどのメッセージっていうことですねはいさあていうなところで今日の番組のテーマは「 最近見る夢こちらでメッセージをお待ちしていますメールは761アットマーク FM コザ .jp761 アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています、えー、月曜日のねこの時間ですけれども皆さんは何をしながら番組を聞いているんでしょうかインターネットで聞いているという方またラジオでね聞いているという方、えー、いろんな皆さんのまあ テーマに限らずでもいいかな。うん。あの、週末こんなだったよとか、今週こんなのがありますよとかね。まあ、いろんなこう情報を、まあ、つぶやきでもいいですしね、えー。ツイキャスでもいいですし、まあ、メールでもね、OK なので、こちらまで送ってください。761アットマーク FM コザ .jp、761アットマーク FM コザ .jp でお待ちしています。アジクーターラジオ、この放送は、 お母さんの幸せそれは家族の幸せアイレディースクリニック株式会社上新組以上各社の提供でお送りしましたさあ4時のエンディングはスピッツで「夢じゃない」。 Ladies and gentlemen, time now to take a big bite of Ajikuta Radio on FM 76.1. Coming up. next, Ajiragi. さあ夕方5時になりました。アジクーターラジオ FM 小座のスタジオから DJ モーリーでお送りしています。今日はへしきさきさんはお休みでございます。また来週からあのコーナーね、できるかなと思いますので、えー、まあへしきさきにご真実の相手役をやってみたいなという方はね、えー、また来週以降、一応コーナー名も考えてね、やってみようかなと思ってますんで、はい。 男子女子に限らずまあ同じ目線でね、えー、サーキーと絡むことができますんでまあいろいろこう考えていきたいなと思いますまあですが今日はねお休みというとこですねさあ今日の番組のテーマは「最近見た夢」こちらでメッセージをお待ちしていますえー、軍団さんからねツイキャスのコメント来てますけどあのこれは読んでいいの <laughs> 今 今今,今来てるやつは読んでいいのこれわ <laughs> からんやつさんもマジで、えー、ラジオネームレナーさん北海道函館ここ1週間ずっと寒い、えー、気温が22度夜は18度まで下がっています、えー、水曜日くらいからまた29度まで上がるみたいですということで。 1>, 1日の中でもこんなに変化があるんですね18度って言ったら涼しいけど夜になるとちょっとこう寒いかなっていうぐらいでしょうかね違うな18って寒いよね多分ね22度か22度が長袖1枚ぐらいあのシャツとかもうどんなあたって忘れましたねこれねまあでもまた曜日ごとにというかね 1>, 1週間の中で水曜日頃からまた気温が上がってくるということらしいですね。この寒暖の変化がちょっと大変ですね。はい、えー、分かりました。いろいろこう諸事情がね、ツイその皆さんもあるようなので、あのラジオを聞いてリスナー皆さんにちょっとお願いしたいんですけど、これは読まないでね、でも一応情報だけ入っていうパターンの時は、カッコとかさあの、しておいてね、一応。 そのまま読んでしまいますから。<laughs> なので、カッコで、あのまあ、まあしく分かるようにね、なんていうんですか、あのお,米お米印みたいなのがある人は、なんか、要注意的な、なんかね、点点点のやつがあるじゃないですか。ああいうので、ちょっとこう、ここは読まんけよっていうことを送ってくださいね。本当に本当にはいえー 昼間の奥さんから懸命にアメリカーって来てますね。アジクーターの皆さん「はい」たい「昼間の奥さんよ」お客さんが教えてくれました「今日立秋」あなるほどあ本当だえー、立秋って書いてますね今日ねなるほど、えー、昨日の雨と強風で少し秋めいているのんじ秋めいてるということで全然ですね全然。<laughs> ザ・夏っていう陽気じゃないですか、えー、モーリーさんのソファーの話こ怖いあの家具はアメリカが使うものだから夢にアメリカが出てくるんだよソファーカバーをゴザゴザをかけてみたら、えー、最近見た夢毎日寝不足で気がつくとかったるい朝が来ているラジオネーム昼間の奥さんはいうーんうーん 何でしょうね、これね。僕本当に、登場人物ってね、うちなんちゅうか日本人なんですけど、外国人がこんなにもたくさんいるっていうのは、最近からですからね。何でしょうね、マジで。えー、ご座ね。ソファーにご座って。<laughs> どんなカラーのソファーかにもよりますけど、 座り心地も含めてなんか違和感ないですかねえ、ふっくらしてるのに、ご座のしょあ食、感触なんでしょう、多分 <laughs> 匂いはいいけども。えー、ひーふミみーさん。そういえば昔、カフェバーで働いていた時に、常連さんのお家が火事で燃えて、えー、男の子二人を俺が助けるっていう夢見たよ。夢を見たと。 そのことをその常連さんに話をして数ヶ月後、本当にこの人の家が全焼しよった。え、子供二人は学校行ってる間の火事で人的被害はなかったけど火事が現実になったって聞いて、聞いた時のケ,ケーブルタッチャー忘れられないやつさ。ラジオネーム。ヒーフミザン。えー 何なんでしょうね、これね。ちょっとあれなのかなひーふみーさんもね、そういう力持ってるんですかねうーん。あれ、確信が持ってるんさ、一応。あのー、しょっちゅう当たってるとかだったら、このお伝えするときなんかにもね、あ、これ、あの、参,参考っていうか、全然こう、 右から流していいんだけども過去に何回かこんなことがあって、ね、半分の確率で当たってるか一応は火の,の元気をつけてねとかって言えるじゃないですかこの辺ね本当にせ何ていうの確率がどれぐらいとかってわからないからないやーまあでもね人的なところは何もないっていうところはもうマジでよかったですね はあはあ、なるほどえー、これかなひふみさんあの頃身の回りで変なことがよく当たってた <laughs> 今自分がプッシュたのも分からんよかっこ笑いそれはちょっとやばいでしょういろいろあの緩んでるんじゃないですか <laughs> えー、ラジオネームひーふみーーさんからのメッセージでした今日の番組のテーマは「最近見た夢」こちらでメッセージをお待ちしていますアジクーターラジオ5時台今日のオープニング5時台ねオープニングですラジオネームともぶんさんのリクエストいきましょうリンドバーグドリームオン抱きしめて ラジオネームともぶんさんの曲のリクエスト5時のオープニングはリードバーグでドリームオン抱きしめてでしたここからは社会福祉法人人福祉会道路保育園花風三里保育園の提供でお送りします CM の後はここまでニュースの時間です ここまでニュースさあこの時間までに入っているニュースを紹介するここまでニュースの時間ですまずはじめに台風5号は7日午後3時半ごろ和歌山県北部に上陸しましたえ台風は今後近畿地方を北東に進み 明日8日は東日本に達する見込みです。台風の動きが遅く影響が長く続く予想。西日本や東日本では明日にかけて暴風や高波、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重な警戒が必要です。 今日7日も東北や北陸、九州や沖縄を中心に高温注意報が発表されるなど厳しい暑さに見舞われています。最高気温は石川県下北市39度、新潟上越市大型区38.1度、新潟県三条市37.9度、新潟県糸魚川市37.5度、 新潟県上越市大手町37.3度新潟県長岡市37.2度など、えー、石川県か北市と新潟県の糸魚川市では統計がある1978年以降で1位の記録となりましたさあ続いてスポーツの話題です 2打差4位から出た世界ランキング3位の松山英樹が1イーグル7バーディーボギーなしの61をマーク通算16アンダーとして逆転優勝しました後続に5打差をつける圧勝昨年10月の大会に続く世界ゴルフ選手権シリーズ2勝目を挙げました2月ウェイストマネジメントフェニックスオープン以来の今季3勝目で自身の保持する アメリカツアー、日本人最多賞を更新する通算5勝目としました。え、次週、全米プロゴルフ選手権での日本人メジャー初制覇へ弾みをつけました。 ボクシングの WBC 世界バンダム級タイトルマッチ12回戦で王者山中慎介に挑む指名挑戦者のルイス・ネリが7日成田空港着の航空機で来日しました23戦全勝 17KO のサウスポーはメキシコ以外での試合は初めてとなるが海外で戦うことにプレッシャーは感じない日本で試合ができるのはとてもうれしい人生で一番長い移動だったが持ってきたのは練習用具だけだと笑顔 えちょっぴり疲れてはいますが、パーフェクトな練習を積んできたえ。フィジカルは問題ない。素晴らしい試合をしたい。と意欲を口にしています。え具志堅陽光が持つ日本記録の13連続防衛に挑む山中について、左はすごく危険と警戒している。彼はその左を上下へ打ち分けると印象を話し、この試合に向けてサウスポーとスパーリングを積んできた。山中に似た選手ともやってきた。パンチをもらわないようにしたい。と意気込みを語っています。 逆かわって天気の情報です。今日のこの後、南西の風やや強く曇り、ところにより夕方まで雷、波の高さ2.5メートルの地、2メートルでうねりを伴います。夕方以降この後、夕方6時から深夜12時にかけて20%の降水確率、日中の最高気温は今日は32度。そして8月8日火曜日の明日の天気情報です。 南西の風やや強く曇り時々晴れ波の高さは2メートル午前中が20%午後からは10%の見込みとなっています朝の最低気温が29度日中の最高気温は33度まで上がっていきそうです以上ここまでニュースと天気の情報をお伝えしました さあ5時19分になりました。8月7日月曜日のアジクルタラジオ。今日の番組のテーマは最近見た夢。こちらでメッセージをお待ちしています。えー、ラジオネームトモブンさんからリクエストあざす。去年の小刻みプラスを録画したやつ先日見たけど考えたらミスハイビスカス枠もう使わないの ?DA が復帰しそうにないなら火曜日のアシスタントは ミスハイビスカス枠復活したら久しぶりにモーリーとニーナコンビも聞きたいさあーあれ去年ですかねそうよねあのー、まあニーナ自体が沖縄市のミスのねハイビスカスを務めててでたまーにこのアジラジのねアシスタントやるかなーぐらいの時ありましたけれどもそうね最近僕もなかなか会えてませんね最近さ モーナー見かけたんだけど、あのー、これも今から何年前ですか ?3 年ぐらい前になる、もう。<laughs> もう <laughs>、どれぐらいになってるかちょっとね、忘れちゃいますね。多分3年前ぐらいだと思いますが、モーナー見かけましたが、なんかさ、さらに綺麗になっててさ、最近連絡したりしてないのということで、最近ね、ちょっとご無沙汰なんですよ。うん。 えー、まあ、Facebook、インスタとかでね、SNS でちょっと近況、ちらっと見たかなぐらいうん、元気なんでしょうかね、それぞれのね、アシスタントの皆さんね、もう放送を終えてから、パタッと、<laughs> ピタッと、えー、来なくなってますからね、うん、元気なんでしょうか。 えー、ラジオネーム MJ さん最近見た夢ではなくて昔見,見た夢の話ですが俺内田ゆきとキスしたことあるよなぜか二人は高校生なんか「雪が」<laughs> おかしくなってるよ「雪が俺のことが好きみたいで教室でキスしました」あの時の「雪の唇」<laughs> とっても柔らかかったなあもちの論目覚めは幸せな気持ちでいっぱい午前中まだ夢な状態の中で内田ゆきと付き合ってるって勘違いしていましたまた案内目見たいなラジオネーム MJ さん <laughs> 完全にいってるねこれね完全にいってるなこの前後はね内田ゆきって言ってて中の方で「ゆき」って言ってるからね <laughs> ラジオネーム MJ さん、はい、MJ さんらしいですね、本当にね。はいえー、あ、でもあ最近、あれか CM 出てるかね、あのー、何の CM だったかな携帯か何かの携帯じゃなかったかな、えー、青の軍団さん。 前に見た夢で格闘技の試合をして頭にハイキック食らった瞬間、隣で眠っていた次男坊に顔蹴っ飛ばされてリアルに蹴をされたこともあるぜ。ノーガードでよ、顔に蹴り入れられてみデジタルぜ。はい。あの、よく子供が多いとか、一緒にこう川の字に寝ることが多いからね、特に幼少期とか、 この寝相が悪いこの家族のパンチ食らったり蹴り食らったりとかっていうのはよくあるじゃないですか聞くんですけど我が家はまだないですねあそういう情報を聞いてるからあの常にあの何て言うの角にいるんですよ僕わざと食らわないように <laughs> 真ん中とかにいたら両サイドからねいろいろ食らうそれがあるんで端に逃げてます痛いですね多分ね 痛さで起きるはずね多分、えー、今の仕事は台風に思いっきり影響される仕事だから明日から3日ぐらいは爆発的に忙しくなるみたい、えー、だから今日早く帰れたかもしれないラジオネーム青野軍団さんから頂きましたうーんなるほどちょっとねこの特に風とかのね影響で波が高くなったりとかするとやっぱりこう船が出なかったりとかね 物資がなかなか届けられなかったりとかやっぱそれを待ってる方もいるしそれを届ける方もいますからねなるほどその辺でちょっとこう仕事の影響が出てくるわけですねあの今日の朝刊にもねあのー、この雨風の、まあ、台風の影響でしょうかね、えー 台風のの影響ででで6日、県内では航航空空便や空の便や欠航が相次ぎましたえ。国内線は那覇と鹿児島宮崎を結ぶ6便海の便は沖縄本島と周辺離島を結ぶ便や鹿児島との定期便計44便が欠航したと分かっているだけでも少なくとも730人に影響が出ています。 とということですねうん、まあ、今回5号か、ま、ただ、今回のこの5号の滞在もね、まあ、今、和歌山方面というところですけれども、早くね、まあ、発生するのもしょうがないですけれども、もうあとはね、本当にこうパ,ッパパッパこう過ぎ去ってほしいなと思いますが、停滞とかすると、この天気の崩れとかでね、また県外の方でも、 いろんな被害出てますから、ねまあこれからちょっとまだねまた台風が発生してからその進路等々もね気になるところですけれどもえー、シーサーさん内地は台風来るだけで電車も飛行機も止まっちゃうからなということでうんねほんとそうですねえー、そしてこちらも。 うん。うんうん。ベルプラマスクさん。そういえば日曜日に子供がずっと欲しがっていたハンドスピナー買いました。自分は全く触っていないです。未だに勝って正解だったかわからないです。ハンドスピナー買った人いますかはーい <laughs> 買ー。買っちゃったな。買っちゃったな、僕も。今ね、やってないな。どうしようかな。 <laughs> あのー、まあ最近特にあのーまあ、買っちゃったっていうのもあるんですけどけん玉買ったんですねうんあのー、そういうなんていうの検定とかまだ続きがありそうなものを選ぶっていうのもいいなと思いましたね新しいものもいいんですけど ハンドスピナー検定とかって多分ないさなのでそういうけんう玉とか駒とか、まあ、僕も最近やりましたけど「米え駒」っていうのがめっちゃ面白くてあのー、もともと鉄ですからねその鉄同士、まあ、駒同士がぶつかることがあるんですけどでこれ弾いたら勝ちとかっていうねことなんですよ。で弾いてで自分が、あのー、自分の駒を手で押さえて。 やっったららもううそれでで勝負が決まりっていいことらしいんですけど火花とか散るんですねこれねお互いこう鉄道してぶつかるんで,でまた音なんかもね結構すごかったりもするのでえそういうこう昔ながらの遊びをまた今の時代にね改めてやってみたりとかすると結構ハマるんですよねなのでこのハンドスピナーとかもやっぱりあれだねハマることができるかどうかっていうところが一つポイントになるかもしれませんね 没頭できるんだったらねそれ勝って正解じゃないかなと思いますけれどもえひーふーみー,ーさん俺も今ちゃんとした剣ん玉欲しいハンドスピナーはその後だなはいうん最近ねこのスキル問いっていうのが非常にこう人気出てるみたいでまああのー、スキルを磨けば磨くほど上達していくっていうねそういうこうまあ昔の駒とかえー 剣玉なんかをね刺すらしいですけど大人がねやっぱハマっちゃうんですよねこういうのねさあということで今日の番組のテーマは「最近見た夢」こちらでまだまだメッセージをお待ちしていますメールは761「@FMCOSA.jp」でお待ちしています

さあ今日もやってきました毎日の5時30分からお届けするコーナー未来家内の時間ですこのコーナーは社会福祉法人人福祉会道代保育園花風三里保育園の提供でお送りしますさあ先週1週間は沖縄市の東原にあります道代保育園の元気な子どもたちを紹介いたしました、えー、今週はですね花風三里保育の子どもたちを紹介していくんですけれども、えー、今日まではね えー、道ち保育園の年長さんインタビューをお届けして明日以降はねか風う里保育の年長さんインタビュー、まあ、続編をね聞いていただきたいなと思います。あの今朝も、えー、取材の方させていただきましてで年長さん3名かなあの保育士の皆さんにインタビューもしておりましたけれどもやっぱこう個人差ありましてうまーく読める子でまたはかさして えー、めっちゃもうかすれ声で、えー、ちょっとね苦戦してる子それぞれいましたけれども、まあ、それもそれぞれね年長さんの特徴があって非常にこう可愛らしい瞬間もありますのでぜひね聞いていただきたいなと思います、えー。今日までは沖縄市の道上保育園の年長インタビューを聞いていただきたいなと思います。 します。お願いしますお名前と担当をお願いします奥間さゆりです担当オリオン組ゼロ歳児クラスの担当です保育士なあになって何年 んですか保育士になって11年になりますしょに <laughs> 人とおしゃべりすることとカフェに行くこととドライブすること映画観賞もっといろいろあります今日も 笑顔で頑張ってくださいねねちょうクラスの気分盛りましたでしたありがとうございましたありがとうございました。 何か、今から泉先生にインタビューします。はい、よろしくお願いします。お名前と担当をお願いします。お名前と担当お願いします。はい、私の名前は玉木泉です。担当は道商保育園の中で、就任、うっていうのをやっています。仕事して。 仕事したいって何が楽しいですか。ね、保育園にお仕事しに来ていて、みんなと笑ってお話できることが一番楽しいです。休みの日は何していますか。休みの日は何していますか。休みの日はお家のお片付けをしたり、お兄ちゃんたちの部活に行ったり、あとは眠っています。 今日も笑顔に頑張ってくださいねはい頑張ります、はい、年長クラスの大城智春でした,でしたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました,あうましたさあ今日は沖縄市東原にあります道上保育園の年長さんのまあ保育士 そししして、えー、主任へのインタビューを届けいたしましたま、えー、やっぱり初めてのね、あのーまあ、一人しゃべりというか、まあ、僕がこうインタビューすることはあってもそのさあ自分がやるんだよ自分がしゃべるんだよっていうことを、まあ、そういう,こう立場になってくると、まあ、極度、ね、こう緊張が走ったりとか、まああのー、そばで、ねえー、保育士の方に「えっと趣味は何ですか?」とか「あと仕事やってたら仕事なんですか?」っていう,こうひそいそ話で。 耳打ちしてもらいまして、まあ、それでこう助けてもらったところもあるんですけれども、まあ、あの1回目、2回目、3回目とどんどんこう回を重ねていくと、ね、多分慣れてくると思いますのでまたあの保育士の皆さんにいろんな質問を、ね、投げかけてみたいなと思います。明日からは沖縄市三里にあります花風三美里保育の元気な年長,さんへの年長さんがマイクを握って保育士さんへのインタビューを、ね、聞いていただきたいなと思います。 未来家内このコーナーは社会福祉法人人福祉会道所保育園、花風美里保育園の提供でお送りしました。 さあ、8月7日月曜日、まあ、今日はィッシュということで、えーまあ、初めて秋の気配が、まあ、現れてくる頃とされてますよということなんですけど秋っぽいかなとかって思うとこありますけどただトンボななんかかをね、ねちらほら見かけらほ見けれるようになりました、ね、あの運動場とかその、まあ、自然が多いところっていうんですかね 僕が今住んでるまあ南部の方でもそのトンボがやっぱちらほらね、えー、見られる見られるようになりましたね、まあ、でもでももう全然はい沖縄も暑いですからね本当に引き続き熱中症対策もやっていきましょう塩分もねミネラルも取りながら水分補給もあのー、僕毎日水筒持ってるんですけど まあ、キンキンに冷えたあの水が入ってる時麦茶が入ってる時あるんですけどなるだけホットを持ってるんですよ。あの暑いですよ暑いんだけどゆっくりこうフーフーしながら、えー、あんまりこう体をね冷やしすぎるのも良くないなと思ってるんであのクーラー使ったりとかでねあの車の中とかお家とかでも絶えずこうクーラーがやっぱり風を受けてるんで、まあ、どっかでねあったかいものもとか。 まあ、たまーにね、ち、あ、時、のー、飲んだりとかしてますけどね、ぜひ皆さんも気をつけていきましょう。えー、さあ、ここでいくつかお知らせがありますが、こちらいきましょう、沖縄市役所ロビーコンサートということで、明日8月の8日火曜日お昼12時15分から、沖縄市役所1階の市民ホールの方で、沖縄市ジュニアオーケストラ ライブがです、ね、ありますすよとということですね子どもたちが、えー、いろんな演奏をしてくれると「若葉の,若葉のマーチ」「ミッキーマウスマーチ」「ベートーベン作曲」「シンフォニー」「メドレー」「宇宙戦艦ヤマト」ほか結成3年目私たちは一歩ずつ着実に成長しています市民の皆様に育てていただいているご恩に心から感謝し心を込めて奏でる。 私たちの演奏をお楽しみください。はい、ということで沖縄市ジュニアオーーーケストトラロビーコンサートのお知らせでございました明日ね何かこう、まあ、沖縄市役所に行く用事があるという方、まあ、用事がないんだけれどもちょっとねあのランチコンサートを楽しんでみようかなという方は明日の12時15分から沖縄市役所1階市民ホールの方でね、えー、やるそうなので。 まあ夏休み中っていうところで子どもたちも大集合でしょうね。えー、どんな演奏が奏でられていくのかぜひお楽しみに。でですねこの沖縄市ジュニアオーケストラ楽団員募集ということで、えーまあ、やってみたいなというお子さんをお持ちのお父さんお母さんとかね、まあ、いればバイオリンビオーラチェロコントラバス。 まあそういったこう楽器を担当することができるんじゃないのということですね。えー、活動の日がですね毎週の土曜日にやっているそうです。朝9時からお昼まで。えー、場所が沖縄市文化センター4階旧、まあのね図書館の4階ですね、建物ね、4階の方ですね。お問い合わせは森山さんの携帯番号まで090-3191-6553-090 31916553こちらの方までお問い合わせをしてみてくださいあラジオで楽団員募集って聞いたんですけどもということでね一声かけてみてはいかがでしょうか、まあ、まずはね明日の沖縄市役所での1階の市民ホールの方でのライブをね楽しんでいただきたいと思いますさあそしてこちらも行きましょうこれはねあのー 沖縄警察署からのお知らせなんですけれども7月31日から8月7日、まあ、今日にかけて飲酒運転で15名の方が逮捕されそのうち4名が事故を起こしているそうですはいえー、っとね、まあ、時間帯は夜中だったりとか夜遅くだったりとかあとね夕方だったりとかあるんですけれどもディ、えー、スナーへのメッセージとしては依然として 飲酒運転で捕まる方が後を絶ちません。体内でのアルコールの分解速度はビールジョッキ500ミリリットル一杯でおよそ4時4時間かかると言われています。3杯飲めばアルコールを分解するのに12時間もかかります。飲酒した翌日に運転する場合は2日酔い運転にならないように適正な飲酒量にとどめましょうということですね。はい。 えー、もう日差しも強くなってまたね飲み会等々いろんなこうお祭り会場とかまた職場の皆さんとね飲み会も多いと思いますけれども、えー、そういう際にもね改めて気をつけていきましょうということでございます。以上お知らせでございました さあ、先ほどお届けした曲は、連続テレビ小説、アマちゃんの中のね、オリジナルサウンド曲ということで、いつでも夢をという曲をお送りいたしました。さあ、残り時間8分となりましたね。えー、月曜日のアジクーターラジオ。まあ、今週1週間もね、この4時から6時のアジクーターラジオ、アジラジオ、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、あのー、コミュニティラジオなので、まあ、電波もね、えー、聞けるところ、聞けないところ、 まあ最近ではそれをこうカバーするインターネットで聞けることもありますけれども、まあ、あの過去の、ねあのー、ラジオを YouTube 等で検索をしたりとかすると聞けますからね、えー、聞き逃したという方もまた後々、まあ、できたら、ね、Wi-Fi つながっているところで聞いた方が、まあ、ギガス関係も、ねえー、助かると思いますので、まあ、ぜひ聞いてみてほしいなと思います先月ね死に行ってたなギガス <laughs> これラジオで言えないんですけれども全然身に覚えがないんですけどねそこまで上がるかーっていうぐらい上がっててまあ僕らの家族でね嫁方の家族のみんなで、ね、ファミリーセットみたいなファミリープランみたいなものでやってるんでめっちゃこう片見せまいというか <laughs> こんなに使ってたらねちょっとね制限かからないようにね今,年今月もやりたいんですけれども。 はい。気をつけましょうね。一応ね。はい。えー、ラジオネーム、これは、えー、ジェームスさん。モーリーさん、こんにちは。今日もラジオ聞いてますよ。昨日、自分たちチームの野球の大会、まあ、決勝があって、自分が肩を故障する前以来、10年ぶりにピッチャーで完投したんですが、今日の仕事は筋肉痛だらけで大変です。一応、優勝です。すごい。 ピッチャーなんすねはあ10年ぶりに投げるっていう感覚はどんななんですかねイメージはあるじゃないですか言ったらねイメージはあるんだけどそのイメージに対してこのボールが指から離れてミットに届くまでのねイメージとかってどうなんでしょうねえー、モーリーさん最近筋肉痛するくらい体動かしていますかかっこ笑いはいラジオネームジェームスさんから頂い,いております そうですね最近の筋肉痛かベーゴマぐらいじゃない <laughs> ベーゴマあ筋肉痛っていうかあの手がつりそうになってたあのベーゴマの駒の紐をね回す何て言うのま何だろう巻きつけないといけないんですけどこのベーゴマの紐を結びつけるのってめっちゃ難しいんですよ慣れてる子はね簡単なんですけど 初めて米ゴマっていうものに触ってその紐をコマのように回すんですけどただこのコマを回すあの紐を回すために引っかかりみたいなこぶをこの紐に作らないといけなくてでまた大きいコマだったらいいんですけどもあの、ペットボトルのキャップぐらいのね大きさしかないのでもうこれがまた細かくてですねもうそれで左手がつりそうになるぐらいですかね。<laughs> ほとんど体動かしてないんですけれども,もう指がつりそうになりましたねいやーすごいね優勝ってすごいねオリオンも出るのかなねその辺もまた情報があればメッセージお待ちしてます、えー、ベルプラマスクさん「自分は水にクエン酸を混ぜて飲んでいますよ」「もう5年以上続けているな」えー「薬屋さんにクエン酸 500g とかで売ってますよ」あー「ああ見たことありますね」 あなるほど。じゃあもうあれだ。このな夏場の,あの熱中症対策でね、欠かせないって感じだね。クエンさん。やっぱこの疲れとかね、その辺のところでいいみたいですね。ちょっと考えてみよう。いや、本当ラジオ聴いてる皆さんもね、いや、自分はそんなに動く方じゃないんでとか、あのそんなに暑いところにいないんで大丈夫ですよではなくて、 いつ何時ふらふらするとかっていうねこともありますからねあの今日の朝刊にもですね、えーまあ、これもちょっと熱中症が関係あるか分かりませんが、えー、新潟県加茂市の、まあ、高校野球部の、ね、女子マネージャーがということで、えー、先月の21日の練習後に倒れ意識不明となり、まあ、今月5日に、まあ、亡くなったということなんですね。 県警によると死因は低酸,低酸素脳症だったということですね。そしてそのお隣の記事もありますが6つの府県都道府県の府県ですね。 6つの府県で史上最高気温ということで高気圧に覆われた西日本を中心に気温が上昇し島根県の益田市では今年最も高い39.3度観測島根県など6つの府県で観測史上最高の気温に並ぶか更新する暑さになったということですね。自自自分分分ののの体ことななで自分でで判断すするしかないですけれども あ喉乾いたなぁではなくてあちょいちょい水飲んでおこうかということでね、えー、体から SOS が出る前に取っておくといいかもしれませんねさあアジクルターラジオ月曜日今日のラジオはこの辺でお別れですねここまでは社会福祉法人人福祉会道を保育園 花風三里保育園の提供でお送りいたたししました、えー、いくつかコメントも届いておりますが那覇の方でねちょっと雨が落ちてるっていうところもあるみたいですねうんまあこのあと予報では一応曇りの予報ではありますけれどもまあ念のためねラジオ聴いてる皆さんも気をつけていただきたいなと思います思います味食うたラジオ月曜日ここまでのお相手は DJ モーリーでしたそれでは皆さんまた明日の4時にお会いしましょうエンディングは「名治が歌う少年時代」